全く止まないです。朝までこのまま過ごすか、帰りますか。俺のサバイバルシェルターです。めっちゃ雨降って雨止んで、見てください、めっちゃ綺麗で、ゲストさんたちは帰りました。残ったのは俺とカズさんとてっぺ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 っ、おそわりおそわりこれからが本番です。これから焚き火どうすればつけられるか、松明もそこにあるし、松明もそこにあるし、今日はそれがお楽しみなのに雨ぐらいで邪魔されません。今はもう8時ぐらいかな多分で、今日のメインが俺とカズさんも、ゲストさんはもう雨降り始めたら帰ったんですけど、うちら今日の目的これです。松明をつけながらキャンプをしたかったんです。見てください、こんなに面白いです。もうここ松明、そっち俺のサバイバルテント、カズさんで、ここもう一個松明で、これでいきますか。見せたいと思います。火つけたりまた消えたり、そんな繰り返しです。まあうちらもこれも慣れっこなんで、ただの遊びでもあるし、遊びしながらも経験だね。もうトレーニングだね、なんかトレーニングだねこれは、うん、これこそがキャンプだからね。修行ですこれは。いい天気だけじゃなくて、そのね、できない天気でもやって、自分がどこまでできるかやってみたらいいんじゃないですか、うん、これが勉強です。でカズさんがね、吹き棒がなくしちゃって今大変そうです。皮膚きクッションです。あの呼吸の肉ね。そう肉に2万円すげえな。会社の人がどうやって出そうかなと思ってんだよな、
ただ巻き入れただけでしょ、あそこだもん、うん、うまっ。塩だけ入れてこうごちごちになったらもう食べれる。めっちゃうまっ。よし、今もう10時半ぐらい、もう11時近くなんで、雨止んで、もうテピも寝てます。こちらも焚き火つけて、これで寝たいと思います。今日も大雨降って、ゲストさんみんなも帰っちゃって、で俺とカズさんだけ残って頑張ってます。おはようございます。今朝6時半。ああ気持ちいい。こんな感じです。早く火つけたい時にコットンとワセリン使えばすぐ使える。これは俺の自分で作ったコットン、ワセリンと松の木のファットウッドです。信州ロマン。すげえな、歯で開くの。そう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。昨日はできなかったのに、今日は乾杯。ああ。うまい。うまい。これ、いくよ。おい。これで分かりますよね。もう見た目も染みてるんですよね。もう完全に濡れてる。だけど芯出すと染みてない。芯は全然乾燥してます。だからこういう時はその割って染みてない部分から入れればもう全然燃えます。リンゴみたいだ。そう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 。皮もさ、ここ燃えるとめっちゃ匂いするらしいよ。オレンジの皮。うん。超いい滝じゃん。
貝殻だね。いやここすごいよね。すごいね、いっぱいある。いっぱいある。これがね、やめましょう。ちゃんとね、片付けしてもらえればありがたいんです。ね。子供じゃないんで、遊んだら片付けましょう。はい、今日もまた無事に終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、今日もね、今日っていうか昨日ね、もうキャンプやったり、滝も見に行ったり、もう、夜中に、夜中っていうかもう夜雨急に降ったり、大雨だけどね、あれすごかったからね、もう俺も完全にサバイブルのままでやってたからもうダメだったからもうタープ引っ張って上に乗せたんだけど、まあけどね、それも面白かったね、うん、またあまりそういう経験してないとね、そういうところもわからないから、うん、まあ面白かった、まあ勉強だね。そうだね、うん、まあ今ね、そっちの方、向こうの方のね、滝も見に行ってね、それも多分撮ってるから。あ、そうだ、見えないね、うん、すごい、そこも綺麗だったし、うん、あそこから俺ダイブしたいな。いいね、俺ね 6メーターぐらいか、うん、あるね、うん、俺ね、もう下からロッククライミングやりたいな、うん、もう登りやすい人だったから、面白そう。まあ、またね、そう、暑い時じゃないとね、ちょっと難しい。まだこの時期でも水すごい冷たいからね。 そんなに暑くないからね、今日まだ。まあそんな感じで、そうだ、次はね、うん、ちょっとそのこの間言ってた、今回ゲストが2人来たからこっちにしたんだけど、そっちの本当はその冬に備えて小屋をちょっと作ろうかなと思ってるんで、来週はね、その、うん、まあ泊まったりは しないもう小屋作りだけに専念してね。そう、来週はそこだけの専用で行くから、うん、もう作ってちょっと焚き火してご飯食べてぐらいかな。そうだね、うん、まあ、感じで冬向けてにねやらないと感じで、そんな感じでお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。バイバイ。